今日は、最終の調律と、吹き方、この起承歌口、起承歌口、こういう歌口なんですが、こういう歌口の、吹き方をどうしたらよいかということで、一応ちょっと勉強してみましたので、修復します。最終の調律で、こういった4000番ぐらいのペーパーというかね、こう、で、もう本歌口のどこ変かな、歌口の根際を磨くんですね。最終ここと、歌口の下っ側の梅雨だまり、梅雨だまりというところをこう磨いて調節します。それと、第1から5穴の少し上、ここを、ここと、この歌口の梅雨だまりと対照的に交互に調節します。で、交互に調節するんですが、ここでちょっと詰まった時には最終的にも肝心の出口を少し触ります。この3点で最終調律ですね。ほとんどがもうここの口のところですね、歌口のところ、ここはこれで起承歌口なんですが、歌口のところを磨く、磨いては拭く、磨いては拭く。で、調子がちょっと悪いときは、第5穴ですね。第5穴の少し上、関節的から言うと、1関節、2関節ぐらいのところをちょっといらうんですね。で、ここを私の相対性理論で磨いて、ほとんどここらで最終仕上げます。で、高い音と低い音とか両方出るように、3オクターブぐらい出るように、ここでもう最終調律ですね。こういう細いペーパーっていう歌なんですけどもね、湿式、濡れた方の、ペーパーで調律します。削ってね。で、これが最終調律なんですけれども、拭くときは、図面に示しますけれどもね、ちょっと動かします。こういうふうに、もう垂直に近い、もう顎で全部蓋してしまって、もう少し空いたところをまっすぐに上向いて吹くんですけれどもね、中へ入るか入らんかぐらいで吹くんです。で、上向いてほとんど吹くんですけれども、これで調律してきました。そうやってね。こういった場合も、ここでほとんど、ここですね、ここでほとんど調律、それとここ歌口の起承歌口のここと、この顎あたりのすぐ下ここで水、梅雨だまりっていうところを
で、ほとんどもう最終調律はほとんどこの辺りで。で、少し低音が出にくいなと思ったら、第5穴ね、第5穴のちょっと上、この辺りをちょっとこう調律ね。ね、これ調律します。すると、音が出るんですね。垂直にして、こういう具合に、すぐにこう持って。もこうふふふとお腹から腹膜をこう揺らして、腹からグググッとこう上げるようなのと、軽くふふふっとこう息を震わすような感じで、垂直に吹くように、この特に起承歌口とか動唱歌口あたりはもう垂直に。顎をピタッとつけてですね、顎をピタッとほとんど出して、この前の、この辺りをもう少し開けてですね、顎でピタッとほとんど蓋してしまって、もう少しここら空いたところを垂直に中にまっすぐに吹き込むというふうに吹きます。で、口は、下唇を前に、上唇を後ろに引いたような状態で、こう風が波打って出るように、できれば細くしたつもりなんですけれども、それを細くしたつもりで、なおかつ口笛を吹くのような調子で、細いところから小さくして中に入れると、また空気量が少なくなりますけれども、排気がだいぶ長く続くというふうに工夫をして吹けば、長い曲も吹けれるという不甲斐に吹きます。というように吹きます。だからこういう歌口ですので、特に工夫して吹きますね。まあ意外と、少しの息量、空気量で、大きな音が出るような気がします。で、以上で今日の吹き方の練習ですね。最終調律と吹き方の練習です。よろしく。